可愛い、綺麗、セクシー、でかいと4拍子揃った花嫁衣装のいちこ。皆さんは何年する予定ですか？え？僕ですか？僕はですね、最低201連します。どうも、ネテルです。突然ですが、皆さんは500日記念のヘブ版情報局ご覧になりましたか？そこで発表されたように、6月24日11時より新衣装、それも花嫁衣装の SS マリさん、いちこが登場します。何を隠そう、私、最推しがいちこであります。これはもう動画にしてまとめたいということでね、今回はいちこの、プロフィールであったり、既存のスタイル、そして新しく実装されるスタイルと、とにかくいちこに関する情報を盛り込んだ動画になっておりますので、よろしければぜひ最後までご覧ください。それでは早速いってみましょう。大島いちこは六つ子である大島家の長女であり31位のリーダーです。誕生日は11月29日でいて座。余談ですが、11月29日のお花としてね、マリーゴールドがあるようなんですけれども、その花言葉は信頼または友情などだそうです。姉妹全員から信頼されていて、またいちこ自身もね、妹たちを信頼している様子が、ストーリーを通じてよく描かれているので、大島家にね、ぴったりの言葉かもしれません。身長は160センチ、出身地は福岡となっています。そんないちこの人となりは、端的に言うと勉強熱心の努力家であり、長女として強い責任感を持った女性です。出世欲は持っているんですけれども、それもね、すべては妹たちが安定した生活を送るため、自分よりも家族、妹たちに幸せでいてもらいたいという家族への愛をね、人一倍持った心優しい女性と言えるのではないでしょうか。2023年6月23日時点でのいちこのスタイルはこの通り、 SSSA、それぞれ一つずつとなっていまして、火と打の属性を持っています。まず SS スタイル、果てなき慈愛の守護者を見ていきます。スキルはたぎる劇場と慈愛の波動の2つです。たぎる劇場は SP10 で放つ単体攻撃スキルで、相手の攻撃力を下げることもできます。慈愛の波動は専用スキルとなっており、全体の非属性スキル攻撃力を上げ、さらにね、防御力を2ターン高めるということで、全体にね、2種類のバフを同時にかけることができる優秀なスキルとなっていますね。先日のスコアタのように葵が封じられる時なんかは、ヒパでないとしてもね、いちこを使用することで耐久力を上げるというような作戦も有効かもしれません。アビリティですが、3突すると剣手が加わって、前衛にいると自身の防御力がプラス 30% とカッチカチに、なってくれるので、とてもね、心強い存在になりますね。次に S スタイル、同床イム開けて。こちらのスキルは負けるな私、 SP8 で打つ非属性での全体攻撃スキルとなっていますね。なのでこれはね、ダンジョンでもね、十分活躍してくれるスキルとなっておりますね。3突すると剣忍が加わり、前衛かつ DP 破損状態というね、大ピンチの際には自身の防御力がプラス 50% となるということで、絶体絶命でもいちこならワンチャン耐えてくれるんじゃないかというね、期待を抱かせるものとなっています。 A スタイルはいちこの抱擁で、スキルはね、ライオンハート。これがなかなか優秀で、 SP3 で自身の防御力をアップすると同時に相手から注目を集めてくれるので、攻撃がね、いちこに集中することになります。5突すれば経営が加わり、バトル開始時前衛にいると自身の防御力プラス 25% をしてくれます。生放送で発表のあった新コンテンツ構成創生戦では、一部のバトルの特殊ルールに A スタイルのみ編成可能というものがありましたよね。防御役にいちこを抜擢するのもいいのではないかと思います。ということで、いちこはヒパとして編成すれば、慈愛の波動で非属性スキル攻撃力アップと全体防御力アップのバフで、維持層、スコアタなどの高難易度なボス戦でも活躍できますし、
S スタイルがあれば負けるな私の全体属性攻撃でダンジョン周回でも活躍するというようにね、どんな場面でも役に立ってくれる、しかもねバフもできる、で防御もできる、攻撃もできるというね、オールラウンダーだと個人的には思います。そして新スタイル、スイートファンタジー、花嫁衣装が来ましたね。見た目について話したいのをぐっと我慢してね、ちょっと一旦スキルを見ていくんですけれども、まずは決意の夜、消費 SP3 で自身の体力を2ターン上げて、さらに攻撃をね自分に集中させるということになっていますね。このスキルで体力を上げることが次に紹介する専用スキル、届け誓いの印に関連していまして、専用スキルは敵を2ターン脆弱状態にし、体力依存の攻撃をするという内容になっています。そして通常は SP16 を消費するのですが、挑発または注目状態の敵がいる時には半分の SP8 でね打てるという強くて面白いねスキルになってますね。このスキルがあればスコアタのリザルト画面とかで一個をね MVP にすることも難しくなくなりますよね。これはね一講師としてはねとてもありがたい。威力は、まあ、SP16 相当なので申し分ありません。使うのが楽しみなスキルですね。パッシブを見ると初期でね火の波動、味方全体の火属性スキル攻撃力プラス 10% ということでね、これスーツユッキーなどと同じような属性バフ効果のアビリティがついていますね。3凸まで行くと英気が加わって前衛かつ挑発または注目状態の時に自身のスキル攻撃力プラス 30% ということで、今までのサポート主体の1個から攻撃面でも主役になりえそうな性能を携えてね、花嫁衣装でねやってきてくれました。もうねこれ本当にね一刻も早く引きたいスタイルとなっていますね。さあここまで長々とね取るに足らないことを説明してきましたけれども、最後に一番大事な見た目について触れていきたいと思います。もともとイチコは身長はね160センチと少し高めで、帽子と左耳につけている三日月のピアスがとてもね似合っていますよね。可愛くて綺麗で、まあそしてあれが大きいねパーフェクトな女性ですよね。そこに来た今回のこの衣装よ、やばいね、やばすぎる。ティアラが似合いすぎなんだよ本当に。これ以上にねティアラの似合う人いるのっていうレベルで、これティアラオブザイヤー受賞でございます。ありがとうございます、おめでとうございます。さあそして改めて言うまでもありませんが、このドレスがもう美しい、ほんまにな。生放送ではより詳細な説明がありましたけれども、ドレスはねアシンメトリー、左右非対称のような特徴的なデザインとなっていまして、かつね一部分は透けているんですよね。それがまた大人の女性を思わさせるようなねセクシーさがもうダダ漏れしております。次にこの表情、後ろを少し振り返っているような角度からのショットですけれども、火の粉がね舞っていることもあってか頬がね少しほてっているように見えますよね。何ですかこの表情はね、恥じらいの表情なのか、それともこう私を引きたくなったでしょっていうね、もしくは 1.5 周年ももうそろそろだけどこれ引かないで我慢できるのっていうような感じの、こちらをねお得意のライオンハートで挑発している表情なんでしょうかね。いやーまあでもねどっちにしろ可愛すぎるので OK です。胸と背中についてはあえて触れません。触れると規制に引っかかるようなことを言ってしまう可能性があるから、ちょっと自重したいと思います。でもちょっと一言だけ言わせてください。はい、でっかくてツンとしてる。はい、ということでイチコについて長々と語ってきましたが、いかがでしたでしょうか。簡単にまとめると、イチコはとにかく家族妹思いで才色兼備な努力家、既存スタイルは火属性のサポート役として高難易度のボス戦で活躍することはもちろん、ダンジョンでもね属性の全体攻撃役としてしっかり働いてくれます。
新衣装では火属性のアタッカーの役割まで任せられるというね、どこをどう切り取っても素晴らしいキャラ、素晴らしいスタイルとなっています。皆さんはこのイチコ行きますか？無論私は天井まで、いや天井を突き破るまで引く予定です。近々ね、その様子を生配信もしくは動画にしようと思いますので、ぜひチャンネル登録してお待ちいただけると嬉しいです。今回の動画は以上となります。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。